はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マーベルスナップやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、来い。相手見つかる。さあ、スーパーフロー来ましたね。スーパーフローは悪くない。次行きましょう。あ、ケーブルは辛いね。ネガティブが引かれてないことを願うのみ。さあ、ここは真ん中、お、ネガティブ引けた。真ん中ファンタで行きましょう。相手はエージェントサーティとセンチネル。そういうデッキか。はい、じゃあネガティブかけていきましょうか。ストレンジアカデミー。なるほどね。ネガティブかけていこう。相手はムーンガール。手札を増やす。こちらはデッキを裏返す。お、アイアンハートはいいね。であれば、ここはウォンアイアンハートで、ネガティブのマイナスすら消していきましょうか。さあ、相手はデビルダイナソー。こちらはウォンからのアイアンハート、さらにアイアンハート。オッケー。さあ、スーパーフロー。お、いいね。これはトラを出してしまいましょうか。もうで、アイアンマンは一応真ん中には出せないので、もうストレンジアカデミーで吹っ飛んでっちゃうからね。スーパーフローに着地しておきましょう。オッケー。さあ、相手はデビルダイナソーが少し強くな、え、あー違うな、15になって1枚出したからか。で、出したカードがデビルダイナソー。んー、なるほど。まあまあまあ、吹っ飛んでどこかに行きますよと。はい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 。さあ、30点出てる。相手も30点。すげえいい勝負してる。あ、マジで。これはね、アーニム出しても意味ないから、ジュビリー出すしかないっすね。相手は手札出すと、スーパーフローが同点になっちゃうから、手札を減らさないカードがない限りは、出しにくいんじゃない？これスナップしましょうか。真ん中は勝ってる。あ、相手撤退。勝利。そうね、1枚出すと2点ずつ下がって同点になっちゃうので、ストレンジアカデミーを取りに来ることができなかったよといったところですね。 OK、 これは良かった。さあ、次行ってみよう。相手見つかる。さあ、ビッグハウス刑務所。カマルタージか。これさ、カマルにウォン置くととんでもないことになるんじゃないのって思うけど、まあとりあえず、あー、でもカマル埋めない方がいいのかな。どうなんだろう。サイロックはビッグハウスに出しましょうか。で、次のターンに、お、サンスポット。ウォンか、ウォンか、ネガティブが来てくれたらと思ったんだけど、ガンマラボが来ますか。ガンマラボか。まあ、一応ファンタ置いとくか。相手は何も出さない。ファンタが、ハルクに変わりますと。反応がないね。おそらくなんか処理が軽く出る。さあ、ジュビリーでもね、ジュビリー2回発動させると逆に
良くない気もするので、まあガンマラボジュビリーかな、ここは。さあ相手は真ん中に、こちらは引っ張ったのアンジェラ、レディシフを出す、ハルクを廃棄、ジャイガントを廃棄、これはヘラかな、ヘラっぽいね。今更ミスターファンタスティックはちょっと微妙だね。トラ出しましょうか。あーでもちょっと待てよ、あーまあしょうがないか、アンジェラがジェロって言っちゃう、アンジェラがそのままだとゼロだけど、まあトラでいいかな。さあ相手はゴーストライダー、お、ジャイガント来る、さらにハルクも来る、中央はもう鉄壁だね。さあちょっと虎で埋まってしまった20点がどうなんだっていう感じはあるが、今更のウォンさん、今更のウォンさんだね。こっちはアイアンハートのがいいかな、中央は捨てなので、アイアンハート2回発動で左右を強化してエンドかな。さあ相手何も出さずになぜか終了、どういうことなの。あ、そういうこと、3スポット6点上げるのが一番可能性あったってこと。危ないね、今よく見たら1点差じゃんビッグハウス。ってことは、アイアンハートの当たりどころ次第ではもしかしたら負けてたよねって感じか。3回当たってくれたのかな、そうだね。危な、なるほどなるほど、ガンマラボはもうまくる手がなくて、でビッグハウスの攻撃力を上げるときにおそらく456のカードが出せないから、ローコストのカードを出すよりは3スポットにそのまま6点注いだ方が良かったよって感じなんでしょう。なるほどねと。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。